OECD 各国の一人当たり保健支出フランスの人口ピラミッドフランスの医療は社会保険制度によるユニバーサルヘルスケアが達成されておりその所管はフランス厚生省である公立病院、非営利団体による病院、私的営利病院という3種類の病院が存在する2000年の世界保健機関調査においてフランスは世界の医療制度の中でも 総合的に最善な医療を提供していると評された。2011年では平均寿命は82歳、医療費は GDP の11.6%ほど、公的支出はおおよそ77%ほどであった。医療制度の理念は連帯であり、症病の大きい人ほど支払いは少なくなる。特定の深刻な傷病には保険者は100%の払い戻しを行っており、 自己負担は免除される。公的医療受給では医療費の平均70%が償還払いで保険負担となり、高額及び長期医療は100%保険負担となる。補助的医療については私、保険から調達するが、その多くは非営利組織によるものである。保険財政、運営統治など保険制度の運営は、保険者ではなく政府が責任を負っており、 政府によって、収入レベルごとの自己負担額、医薬品及びサービスの自己負担額などが決定されている。かつて保険のカバー範囲は加入している社会保険基金によりけりであり、また貧困層が排除されていたが、2000年にリオネルジョスパン政権によってユニバーサルヘルスケア法が施行され、全市民に広がった。 医療保険受給のためのビタルカード現在の医療制度は1945年に創設の制度を元にしており、それに様々な変更が加えられて運営されている。今日においてもこの制度は基本的な部分は同様であり、法的な強制保険制度とされ、市民はすべて保険料を納めなければならない。保険者は職域保険であり市町村国保のような地域保険は存在せず、 退職後も、職域保険に泊まり続けることになる。OECD 各国の種類別保険支出財源。水色は、政府一般歳出、紫は、社会保険、赤は、自己負担、大概は、民間保険、緑は、その他社会保険制度を採用しており、すべての市民及び法定フランス居住者はいずれかの、法定プログラムに加入し、収入から拠出を行っている。 人口の95%が主要三制度に加入しており、最大の全国費用者疾病保険金庫には人口の84%が加入し、他、農業労働者向け、農業以外の自営業者向けとなっている。保険者は非営利団体であり、年に一度、州政府と医療費歳出について交渉を持つ。強制保険モデルであるため、医療制度は従来保険モデルではなく、 一般税収モデルで効率的に調達されている。雇用者の場合は自動的に保険料が賃金から基金へ転引きされる。リオネルジョスパン政権による1998年の改正では雇用主が収入の12.8%、雇用者が収入の6.8%を拠出する。改正によって高収入者にはさらに追加で拠出を行わなければ、 ならず、これによって、これまで、収入の6.8%であった割合が0.75%まで下落した。総収入に幅広く課税されるようになり、ギャンブル税は、医療目的用途となり、社会福祉受給者も教室を行わなければならなく、なった。2001年の社会保険基金法では、公定医療保険プランの保険料は、給与所得、金融所得、 ギャンブル所得について5.25%、福利厚生については所得の3.95%と定められた。また医療費の高額化に対処するため、政府は2004年と2006年に改革を行い、専門医療において全額払い戻しを受けるには総合診療医の紹介状を必要とすること、また法定自己負担額として医師受診あたり1ユーロ、 処方薬あたり0.5ユーロ、入院1日あたり16から18ユーロ、また高額制度などが定められた。これらの規定は16歳未満の子供、フランス非居住の外国人、フランス海外領土の医療制度に加入している人、最小の医療扶助受給者には適用されない。OECD 各国の民間医療保険種別。代々は基礎的、水色は自己負担部の保障。 緑はオプション的、紫はそれらの重複。フランス市民の95%は私、保険に加入している民間による補助的医療保険市場が存在し、公的保険の対象とならない費用が対象となり、多くの種類が存在する。市民の95%は私、医療保険に加入しており、民間保険市場の競争は非常に激しい。 これらの保険は雇用主から提供されることもあり、保険料は割安となる。しかし通院時負担金や GP 症解除なしの専門医受診に対しての保険支給は禁止されている。公的医療保険の支給は償還払い制を採用しており、医療者に対し患者が直接医療費を支払った後、75から85%ほどが保険で払い戻される。 公的制度が全額を負担することはなく、残額については自己負担となるが、もし患者が渡し、保険に加入していれば一部が支払われる。国全体では自己負担のおおよそ半額が渡し、保険から支払われている。2004年からかかりつけ医制度が導入されており、紹介状なしに他の医師を受診した場合、協定価格から外れる部分の医療については、 公的保険からも私、保険からも召喚を受けることはできない。医療費のおよそ9.24%は公的保険、私、保険からも召喚されない自己負担となっている。現在、私、保険からの支給割合は病院治療費については3.7%に減少したが、その他の分野では義手義足、医薬品、司会場といまだに比率が高い。 医療経済学者寺院でカーバストによれば、フランスの医療は非常に高品質であり、世界の医療においてアメリカ型システムの代替となる唯一の制度であるとされる。彼によれば、フランスの外科医、内科医、精神科医、救急医療制度は世界各国の参考になるという。しかし彼は、病院は43ものの政府規制機関からチェックを受けなければならず、 それらの官僚が荒探しに走っているという事実もあると批判している。彼によれば政府はフランスの病院機能を連日のように取り締まりすぎているという。例えば日本、スウェーデン、オランダの医療制度ではフランスとほぼ同等の効率性を GDP の8%以下の費用で達成している。医師数は2007年には28万人ほどでその約半数が 総合診療医として就業している。GP は大抵自由診療も行っているが、医師収入の大部分は公的保険基金によるものである。フランス医師の収入は米国に比べて約6割ほどであるが、医科大学の授業料は無料であり、また医療事故保険が米国より安価のため、出費がかさまない。フランスでは総合診療医が 市民の長期療に責任を持っており、予防医療、教育、専門性が求められない症病について医療を施す。また深刻な症病についての日常的フォローアップも行う。また、疫学統計調査、法医学、救急医療の役割も担っている。患者が通院できないときは在宅訪問医療も行い、また、夜間休日も診療する義務がある。 GP のほとんどは独立開業医であるが、一部はチームで就業している。フランスの医療制度において、GP は強いゲートキーパー役ではなく、市民は専門医を含めどのような医療提供者へも受診することができ、外来医療は様々なものが存在する。ポンタルリエの民間救急搬送病院資源の62%は公設公営の病院である。 それ以外は、非営利団体の病院と営利団体の病院が半々である。サムロゴ救急医療は、様々な公的医療機関が関係するが、それらの指揮役を果たすのは、サービス D、A のメディコルリーヘンテである。サムの業務は、以下となる。サムは、積極的なトリアージを行っており、通報において、実際に、救急車が出動するケースは65%に、過ぎない。 救急通報からの現地到着時間は10分以内が80%、15分以内では95%であった。政府機関であるアネスが診療ガイドライン勧告発行の責務を負っている。また、患者の権利については国立医療事故保障公社が医療加護の駐在を行っている。OECD 各国の平均余命フランスの社会保障制度は 労働組合による共済組合に由来しており、財源の6割ほどは保険料である。フランスの社会保障制度の設立例明期では、英国のベバリッジ報告書が参考にされ、万人に等しく保障を行う単一型モデルが目標とされた。しかしそれは公的社会保障よりも高品質な従来の保険を受給していた職能団体らから強い反発を受けたため、 従来制度に残存することも可能な制度に修正された。制度によって全ての労働者は収入に応じて医療基金に拠出を行わなければならず、その額は傷病リスクによって変化し、払い戻し割合は様々でであった。その子供、配偶者、両親も同じように保証を受けられた。基金機構は自由に予算を編成することができ、 予算に応じて払い戻し割合を自主的に決定していた。しかし1945年からは数多くの変革が加えられた。まず複数の医療基金において払い戻し割合は同一となった。2000年より政府はこれまで法定制度に加入していなかった人にも医療を提供するようになった。これら未就業層向けの制度は一般税収を原資としてクナムットが引き受け、 就業者向けの制度よりも払い戻し割合は多くしている。ありがとうございます。